皆さんこんにちは、フエラハルサメです。今回は4年間絵を描くと画力はどのくらい上がるのかについて話していきたいと思います。タイトル通り僕はね4年ぐらいね絵を描き続けてるんですけれども、絵をね描き始めた当初の僕はね何を知りたいかと思い出したんです。何年描いたらどのくらいの画力になるんって。なのでそれやります。それでは行ってみよう。まずは描き始めた当初の絵ですね。それがこちら。まあね、最初はね、こんなもんだよね。まあ今までね、ももくらいまでを描いてこなかったんで、下半身の描き方わからんし、そもそも上半身の描き方もわからん。そんで目が怖い。全身描けない。逃げようと思って描いた絵がこちら。逃げてもダメだった。やっちゃいけないこと全部詰め込みました、みたいな絵ですね。次はね、背景にも挑戦してみました。それがこちら。知ってた。そりゃそうなるだろうってね。描けなくてね、線路とかね、ぼかしちゃってる。ここでね、学びました。背景描くの好きだけど、下手だ。人を一生懸命描こう、そう思ってね描いたのがこちら。ちょっと成長したかとはね思ったんですけどね、こんなもんですね。絵を描き始めてから4日目くらいですかね。これはこのままではねダメだと思ってね模写を2週間しました。そしてその結果がこちら。模写の効果出ず。いやまだもっと模写すればいけると、さらに2週間描きました。それがこちら。少しはね効果出てきたかとはね当時のね空っぽの脳みそでは思ってたのをね思い出しますね。わら。続いてね、着物を描きたいと思って描いた絵がこちら。ブス。雲をね、描きたいなと思ってね、夕焼けにチャレンジしたのがこちら。雲をね、だいぶマシになったんじゃないかとね、空っぽの頭で思ったの思い出しますね。わら。続いてね、当時ね、AI 来るとかね、言われてた時代だったのでね、それにインスピレーションを得て描いた絵がこちら。カエル。いや、もっとね、見る人にね、媚びようと思って描いたのがこちら。そもそも画力が足りないから媚びれない。好きな絵師さんのね、絵をね、少しね、真似しようとして描いたのがこちら。謝れ。店内をね、描こうと思って描いたのがこちら。妥協がもろ見え。そして、ここで転機が訪れます。それがこちら。お?だいぶいい感じじゃないか。雰囲気ね、結構いい感じに描けてるし、今までで一番可愛く描けた気がすると思いましたね。やっぱね、輪郭とかは歪んでるけど、だいぶね、成長した感はあります。やっぱ俺天才やんけ、とかね、思いながらね、次に描いたの絵がこちら。大化。くーとかね、思いながらね、次描いた絵はね、ヒロアカです。それがね、こちら。雲がね、とてもいい感じになってきました。リク君の髪の毛のね、光具合か、とかね結構ねいい感じじゃないですかね。やはりね俺天才なのではと思い勢いづいて描いた絵がこちら。知ってた。これはねダメだーとかね思いつつね、ここでねヨーロッパの背景に興味を持ち描いた絵がこちら。実際にねある背景ですね。全体的にねぼやけてるから全然良くはないんだけど、電気のね金具あたりはね結構いい感じじゃないかなとはね思ってます。では次の絵はこちらですね。桜の絵ですね。そこまで上手くないけどね、この絵結構ね個人的にお気に入りですね。調子づいて桜の絵もっと描きたいと思ったのがこちら。近くにある桜難しいって思ったのはね次第でございます。桜描いたし次夏描こうと思ってね描いたのがこちら。顔が歪む。構造ね少し勉強して描いた絵がこちら。黄金螺旋というね構造を使って描きましたが、人体を勉強したのでねそこら辺はめちゃくちゃです。次はね秋を描こうと思って描いた絵がこちら。背景うまく描けなかったから全部ぼかしちゃえっていうのがね丸見えですね。ちなみに人も下手です。ここでねいい感じの背景が出てきます。それがこちら。結構ねいい感じになってきたんじゃないかってね思いますよね。それがねそういう風にね思うんですけれどもね、実はねこれね暗くしてごまかしてるだけです。そして次はね立ち絵。描いたこと ないから描こうと思ったんですけど、僕ね、ももフェチなので、ももをなるべく頑張ろうと思ってね、資料たくさん集めて描いた絵がこちらです。結構ね、いい感じに描けてるので、わーっとね、思いますね。細かいところはね、さておき、まあ、だいぶね、マシになってきたんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。そしてまた桜の絵を描きました。今度はね、サイド低めで描かれてますね。ここら辺からね、色を学び始めたのかな、ちょっと覚えてないけど。で、次がね、ラノベにハマり始めた時期で、それからね、最初に描いたのがこちら。そこそこなのでは、まあ、服はね、かなり雑な感じですが、描き方がね、まあ、わからなくてごまかしてる感じは、まあ、部分ありますね。そして、次が、1年目ラストの絵になります。それが、こちら。これはね、かなりいい感じに描けたんじゃないかなっていうふうにね、今でも思いますね。もちろんね、まだまだ荒っぽさは残るんですけれども、目をそらさずにね、見れる絵になってきました。なんかわからないけどね、いきなり上手くなった感がね、この頃にはありましたね。そして次は、2枚同時にドン。こちらもね、空が描かれています。まあね、やはり、
今まで書いてこなかった分、剣とか迷走しちゃってる感じですね。で、やはり顔うまく描きたいなということでね、キャラ単体で描いた絵がこちら。ちょっとね、面長だなとね、思い、修正したのがこちら。雰囲気ね、だいぶ柔らかい感じで描けたんじゃないかなっていうふうにね、思います。そして、ここら辺からね、背景にね、どっぷりのめり込みます。それがこちら。人よりもね、背景の方が割合多くなってきてます。次の絵もそうですね。背景中心の絵になってきます。次はね、背景も描きつつ、キャラも全面に出した絵になります。それがこちらですね。かなりね、キャラも可愛く描けてきたかなというふうにね、思います。ただね、やはりね、服の描き方に迷いがあったり、大物だったり、色が汚いです。そしてまた背景に逃げこちら。龍が好きなので描いた絵ですね。今見ると、もっとこうしたらというふうにね、思いますが、当時はね、かなり上達したなとね、はしゃいでましたね。そしてね、大物側がやっと修正できたのがこちら。ピクシブでね、初めてコメントがついて舞い上がった絵ですね。そしてね、ギターを持った少女とかも描いたりとかしてます。そしてこれが絵を描き始めて2年後の絵になります。ドン。この頃ね、アークナイツにハマってました。背景だいぶね、いい感じになってきてます。ここからね、アークナイツが増えていきます。こんな感じです。で、これね、めっちゃ頑張ったんですけど、制作期間2ヶ月もかかりました。それがこちら。めっちゃ頑張った、めっちゃ書き込んだ、そしてめっちゃ書き込んだから、それが基準となり、これくらいの書き込みはだんだんするようになってきました。そしてキャラもね、だんだん可愛い方向に進んでいってます。いい感じになってきたな、俺天才だなと思って、次に描いた絵がこちら。うん、予想できたね。なのでね、頑張って次は可愛く描こうと思って描いた絵がこちらです。結構ね、エチエチな感じになりましたが、皆さんお気づきですかね。実は僕が描く女の子、顎が全部狂気でできています。この顎は完全に人やってますね。そしてお次は背景3連チャンです。はいはいはい、こんな感じです。これはね、かなりね、いい感じに描けてるんじゃないかなとね、自分でもね、思います。結構ね、考えて描いたりとかしたので頑張った記憶があります。そしてね、またアークナイツ描きました。そして描き始めてから3年目の画力がこんな感じです。比較してみるとこんな感じですかね。どうでしょうか、上手くなってるでしょうか。で、ここら辺からキャラクターをね、一気に描く期間になりますね。まずね、描いたのはホロライブのマリン船長とノエル団長ですね。どうですかね、最初の頃から比べればかなりね、上手くなった方かなっていう風にね、思います。で、ここら辺から斉藤直樹先生の3ヶ月上達法開始してますね。それで2ヶ月くらいして描いた絵がこちらですね。キャラクター可愛くなってるでしょうか。で、端休めで背景でね、ポケモンを描きました。こちらもポケモンです。そしてまたキャラをね、ガンガン描いていきます。ホロライブ、ホロライブ、ホロライブ、そしてホロライブ、怒涛のホロライブ攻めです。そしてオリジナルも描きたくなったので、オリジナルも描いています。全部で3つですね。そしてここからまたホロライブの絵を描いていきます。マリン船長、ペコちゃん、カナタン、ペコちゃん、そしてね、こちらが最後になります。絵を描き始めて4年、どのくらい画力が上がったのか。4年前はこれです。そして現在はこちらになります。いかがでしょうか。4年間描き続けた男の画力の変化は劇的でしょうか、それともそうでもないでしょうか。私個人の感想としてはね、上達は確実にしていると思いますが、上と比べればまだまだ先は長そうです。もしね、画力が上がってるって思った人は、自分もこれくらいになるかもしれないと希望を持ってくれてるでしょうか。4年でもこれくらいかと思う人は絶望を与えてしまったでしょうか。僕にはね、わかりません。しかしね、確実に言えることは一つです。描かなければ画力は上がらない、それだけです。皆さんのお絵描きライフがいいものになることを願ってます。もしね、どうやって上達したか知りたい人がいたらね、コメント欄に書いてみてください。リクエストが多ければやるかもしれません。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね。